皆さんこんにちは、ペソでございます。ドラゴンクエスト3の34回目ですね。やっていきたいと思います。では回復したんでね、もう一回ちょっとネクロゴンドの洞窟へ踏み入れましょう。まあ今度はね、ちゃんと一応鋼の剣も出しといたんで、あれだとワンパンタ関係なしにね、聞くときは聞きますからね。その辺をうまく使って、ここじゃダメよ。はい、トロルさん、トロルさん、まあ怖いな、フロストゲームですね。魔法いっか。はい、ごめんなさい、ひっくり返っちゃった。トロルさんのドロップアイテム何でしたっけね、本当だったような気するんですけどね。あ、集中攻撃って、今度ルーブルさんか、後ろばっかり攻撃されるな。今のところザオラルを覚えてるのはクーナさんしかいないので、生きてよかった。じゃあここで、何してんの。ありますんでね、なんとかいけるレベルではありますね。消耗戦は避けたいですよね。お、これはクーナさんな。よく食らうね。まあ経験値はいいんでね、言ってるうちにまたレベルは上がりそうな感じはしてるんですけどね。はい、こっちから行った方が早いかな。で、ここですね。まあ稲妻の剣使ってもねいいんですけど、イオラだっけ、違う、これこっちだ、使ったんじゃないかな。かわされた、攻撃か。いや、こうだね。結構怖かったですね、今。もう50ぐらいでもベホイミ唱えちゃうというね。で、ここでしたね。まあいいか。行きま
刃の鎧だとね、魔法防御が皆無ですね。すごい食らう。はい、クマさん上がりました。最大ヒットポイントが10。わ、マジックパワー上がんなかった。4の7の10の12。バギマ、弱い。バギマじゃ弱いんですよね。あとはもうちょっと賢者になった、ごめんなさい、ルーブルさんにね、イオラぐらいちょっと覚えてもらえないとちょっときついかな。後半本当はね、ベギラゴンぐらい覚えてから入らないと実は厳しい場所。あー、やめてよ。おー、一人締めれた。ファミコン版の時にね、あんまり強くない状態でここ入っちゃって、4人とも今のね地獄の騎士に麻痺させられて、なんかやられてしまったことをすごく思い出しましたね。はい、無視していきましょう。あ、踊る宝石だ。投げなかったと思うんだけどね。23ゴールね、大きいよね。はい、でこっち入って、でこっから上がって、この上の階ですね、全然記憶ないな。すごい遠回りしないといけないかったような気はしたんですけど、上だっけ。ああ、そうだ、こっちだ。上からそこの今下入るんですよね。あんま音ないとかないんだよ。もうこのフロア越えると、ねえ、ネクロゴンドのちょうど先端のとこ抜きますんで、いや、効かないんだ。ということで、マフージョン杖から先、はい、ルーブルさん。最大ヒットポイントが11。あ、マジックパワー上がんないのね。9の10の12。はい、キルト。あー、これで、楽になりますね。で、こっちだ。そうですね。はい、ペース上がりましたよ。ヒットポイント上がらない。6の11の12、16、ライデン。ライデンはありがたい。あ、せっかくなんで一回使ってみましょうか。使う前に、まあそんなことはないか。
は派手やねんけどね。1体だっけ、なんか記憶ないな。ギガレーンが全体でしたっけ。ああ抜ける前にまたエンカウントしちゃった。ああよかった。おここでの1000ゴールドは美味しい。はい、でここですね。で上部で上がるとここに祠がありますので、ここでまずシルバーオブ入手ですね。でね、確か、あそうだ、3つある、スゴロク剣、メダルで、またスゴロク剣だっけ。まあ、スゴロク剣だけね、たくさん手に入りましたね。メダルも4枚。70枚までちょっと遠いね。はい、なんととここまでたどり着くものがいようとは。さあ、このシルバーオーブを授けようぞと。そなたならきっと魔王を打ち滅ぼしてくれるであろうと。伝説の不死鳥ラーミアもそなたらの助けとなってくれるであろうということですね。すっかり日が暮れちゃってましたね。で実はね、この辺も氷河町に出てくるエリアです。まあちょっと一回エンカウントしてみましょうか。出てくるかな。あ、出てこないね。あー出てこなかったけど、あそうだ、一回ちょっと稲妻の剣使ってみましょうか。まあこんな感じですよと。こういうのがね、見せできればいいんですけどね。痛い。ほい。まあイオラの効果ですね。出てきたはずなんですけどね。ほら出てこない。じゃあ次やっちゃいましょうか。あれ、ファミコン版では出てきた記憶は間違いなくあるんですけどね。なんでかっていうとね、クリアアイテムゲットしてるから覚えてるんですよね。まあデッドペッカーはともかくとして、出てこないね。
ちょっともう一回行きましょう。で、王はこれで確か5つ目ですよね。ちょっと袋整理してみましょう。あ、作戦か。はい、種別順でね。で、袋見ると、おうおうおう、どこだ？あ、ありましたね。1、2、3、4、5、5つですね。で、最後ね、イエローオーブが、例のあの、商人派遣したマッチで手に入ります。それでは向かいましょう。その前にごめんなさい、セーブさせてくださいね。14,000の方でしたね。で、フランさんが3372、クーナさん9837、ルーブルさん8730ということですね。まあ1戦闘大体600とか700とかね、経験値ありましたから、まあ、その辺の恩恵は大きいですよね。レジメーで、ここで行くとね、商人の町で革命が起こって、あれ、南すぎた？北すぎた？あ、ここですね。わあ、めんどくさい敵だな。これでいいか。話しかけてみればね、兵士に変わりましたね。ここはルピーバーグの町も、しかしもうルピーだけの町ではないのだということですね。革命が起こりましたね。で、ここがね、ちびっこのどん自慢の会場ということですね。で、お酒じゃなくなってるんですね。外側は何もなかったよと。で、前、あれ、前の村長がいない。前の村長じゃない、最初にいたおじいさん。あれ、いないですね。そう、ドラゴンキラーがね、ここで履いてるんですけど、もう稲妻の剣持ってるから。あ、そうなんだ。このリメイクはここで天使のロード売ってるんですね。いや、ここで頑張って買う必要なかったんだ。あー、この会話は変わらないですね。じゃあちょっとお屋敷入ってみましょう。ああ、ついに革命を起こったルフィ牢屋の中なんていうことですね。ここは牢屋だと。本当はルピーが悪人を捕らえるために作ったそうだが、自分が入れられたは皮肉なものよなった。
ああやりすぎちゃったのかなと。あ、そうそう、私のお屋敷の椅子のお城を調べてみてと、私はここでしばらく反省してるわと。はい、ということでね、開けても逃げない。ということで椅子の後ろをね調べてみましょう。はい、これで全てのオーブが揃いました。で、目指す場所はですね、ちょうどこの地図でいうと左下のあたりにね、まだ見通の地があると思うんですけど、そちらの方に向かうことになります。じゃあちょっと途中というかね、そのどこから近いのというか、ランシールかな。まあね、どっちでもないんですよね。ノアニールかでも行けんことはないんですけど、ノアニールか行きましょうか。この上ですね、そのまま、北上ですね。で、はい、見えました。で、どこだっけ、真ん中の方だったと記憶してます。あ、あったあったあった。意外と敵はそんな強くない。海の方が怖いです。ダイオウイカの強いバージョンとかね、さっき幽霊戦でも出てきましたけど、この辺なんかあった記憶が。あ、やっぱりもうなかったかな。うん、はい、ということでね、ここでということで、ここでね、その集めてきた6つのオーブをこう載せていく形になります。で、ちょっとお時間が来ましたんでね、今回ここで終了とさせていただきます。次回は、冒頭で不死鳥ラーミアの復活というところからのスタートになります。お楽しみに。それでは皆さん、さよなら。